の味噌汁離れ1、2ヶ月飲まない、うん、ね、おすごい、味噌汁離れだってほら若者の何々離れっていうのはもういろいろ言われてるけど、はい、うん、確かにこれ味噌汁って、うん、まあまあでもそっか俺、うん、実家の頃は飲んでたけど一人暮らしして、まあ、飲まなくなったね。まあでもそういうカップ的な感じで味噌汁とか買うけどね。いや買う、美味しいからね。最近はもうそういうのめんどくせえのかな。ねえ、なんでだろう。あのスープ的なものが合うと全然違うじゃんね、ご飯が。全然違う。もったいないな。味噌汁めんどくさいからか。うん。あのいわゆる牛丼チェーンとかだと味噌汁ついてくるよね。ついてくる。ついてくるね、うん、コンビニでご飯食べた時に味噌汁が買わないといけないから、まあ、そこが問題なのか、わざわざ買わなくなるのか、うん、そうじゃない。でもあれお湯入れるだけだぜ。省略だよね。買って切って中身出して、うん、お湯入れるだけだ。結構うめえじゃん。うまい、まあ、ね、汁はあれうまいよね。あれね、うん、なかなかいい味出すんだよ。出す。うん、なんで味噌汁飲まないんだろう。なんかあと宣伝もさ、なんか悪いというか、ああ結構味噌ってさ海外からの評価だとさ、ああ完全なスーパーフード、ああそれもキングオブスーパーフードぐらい言われてるのよ。確かに味噌っていいっていうね、すごいのよ、ね、でも日本ってさスーパーフードって大体海外のものだと思っちゃってんじゃん。 でああいうものすげえ取り入れてさなんか食べるけど、ああ、うん、実は味噌がすごいスーパーフードだってことをあんま日本で言ってないから、スーパーフードって言っちゃったらこれもうさっとこうみんな味噌汁みんな買う。一番いいもんね味噌汁が。味噌汁すごいいいんだから。うまいわ。大豆でできて発酵でね、いいんだよあれで。何でも本当お酒の後にでもいいんでしょあれ飲むと。よく、まあ、ママがいるような店とか、うん、ちょっとあるんじゃない小料理屋みたいな、はいはい、とかも絶対あの、まあ、スナックとかでも出すとかあるね、うん、ママがいるとこは、うん、飲んだ後はあの味噌汁飲みなさいっつって出てくる。肝臓にね、肝臓にいいのか、いいのいいの、うん、やっぱ味噌で発酵でね、うん、だからそういうふうに宣伝をさそういうふうにしたらものすごくもっと売れるっていうか。これ味噌汁普及活動しよう。俺らメガネビギメガネビギでね、ああそうだ、味噌汁普及月間っていうのを作ってさ、ね、そう味噌汁ビギだ、味噌汁ビギ、ああそうだよ、味噌汁ビギした方がいいよ。これはこんなにいいものないんだから。俺がいいこと言ったさっき、それ俺それ、うん、何最近読んだ記事でさ、うん、よくスーパーフードって言うと海外のじゃん、うん、あれ海外のって、うん、やっぱり海外の人用なんだって。海外の人の体に合うってやつね、合うから日本人に合うわけでもないっていうのが一般だって、うん、へえ、うん、なんかでも分かる、食品って結構あるんだよねそういうのね、うん、うん、そうらしい。おうまず炭水化物なんかダイエットみたいなのも、はいはい、本当は日本人はお米を食べるのは大丈夫だから、うん、なんかお米はいいっていうもんね。そうそう、全然ダイエットにね、いいんだよ、同じ炭水化物でもね。そうだよ、そうだ、だから日本人に合うと。海外のさ、うん、ミランダカーに憧れてさ、すぐミランダカーが食べてるもん食べるだろ。そうでしょ、全く全然人間違うのにね。なんかこういう感じが、そう日本人はそうなんだ、味噌汁とかそういうものなんだよ。確かに味噌汁離れってよくないな、うんうん、って言いながら俺も離れてたけど味噌汁から、うん、やっぱね、うちもさ、ナホとかも、まあ、たまにこう作ったりしてくれるんだけどさ、味噌汁にまでやっぱ手が回らないっていうか、やっぱその一品ってめんどくさいのかもしれないね。なかなか俺が言わないと作ってくんないもん。へ、どっかで大体忘れちゃったとか、そういう言い訳してくるよ、大体食卓並んでから。あ、味噌汁忘れちゃったみたいな。はぁ。めんどくさいんじゃねえの、あの、味噌汁、うん、味噌汁作るのめんどくさいの、手間はかかる。手間かかるよね。ここなんですよ。でもすぐ作る。だから女があんま好きじゃないのかな。いや、女好きだよ、味噌汁。そう、男のが好きじゃない？男のが好き。よく居酒屋とかそういうところで味噌汁頼むの、大体男だよね。頼む。ね、頼む。で、大体便乗するの女じゃん。ああ、じゃあ私もみたいな。ああ、そうか。大体男が切り出すからね。ああ。味噌汁。なるほど。うん。なんかその辺もスーパーフードっていう風な言い方していくと OL とかそういう女もこう寄ってくるからさ。味噌汁って名前が良くないのかなとな。味噌汁ってなんか、うん、なんかせこいもん ね、なんかね、味噌汁って、うんうん、いやだよね、うん、味噌汁ね、味噌汁、味噌スープ
まずスーパーで、ま、うん、うん、何なんだろうな。ソーミープースーにするソーミープースーって書いといて、何このスーパーフードって思わせてて、味噌汁ってカタカナで、そうそう、味噌プースーで、うん、ソーミープースーにしといてそうだね、そういう、まあ、ソーミーね、ソーミー、うん、これがいいんじゃないの、うん、そうだよ。それか、そのミランダカに飲ますかね。ミランダカ飲むかな。ミランダカがやっぱり毎日、うん、うん、毎日飲んでるっていう朝っていうはね、ああ、まあそれはそうだ、うん、ミランダカ外国人って好きなのかな。味噌、味噌ってな、何万円聞かないよね。醤油はね、ほらよく外国でもレストランとかでさ、もうね、もう今当たり前でしょ、うん、そんなもう一流レストランでさ、当たり前、うん、味噌ってあんまないよね。でも確かに俺、味噌をあれだよ、きゅうりにつけたりとか、みんないろんな味噌の食べ方あるじゃない、うんうん、あんまり本当は好きじゃない。ああ、 そういう食べ方、味噌汁が好きで、好きだけど、うん、味噌ね、うん、いや俺は結構いけるか、きゅうり、うん、まあ食べれるよ、うん、まあ、でも自分でわざわざ頼まないってやつね。そう、頼まない、まあ、食べて時々食べるとはうめえなと思うけど、はいはいはい、まあうん、そんな、ね、味噌汁以外何を、味噌ラーメンはそんなに好き。味噌ラーメンはいいよね。味噌ラーメン好き。でも外国人って味噌ラーメン好きじゃないよね、あんまね。豚骨は今流行ってるけどさ、そういうとかね。お、味噌ラーメン、じゃないよね。ああ、うん、味噌ラーメン、そう、うん、うん、確かにね。味噌って何ないんだ、なんか味噌的なスープってあんまなんだな。ラジオネーム、ラッコフェスティバル、おじさんやみさん、小本さん、こんばんは。僕も味噌汁最近飲んでません、うん、お湯を沸かすのがめんどくさくお湯を沸かすんだったら味噌汁よりもラーメンを食べてしまいます。わかる、若者そうだよ。大体ご飯と、まあ、お弁当にカップヌードルだよね、とかね。スープ系は麺になっちゃうの。お湯沸かすぐらいだったら。そうそうそう。そうだったよ。ラーメンにやられてんのか。そうだ。ってことは俺らで、ね、ラーメン撲滅キャンペーンするよ。撲滅でしょ、ダメなんだよ。味噌汁ね。したら味噌汁行く。それでいい。そうだよ。俺らそうだ。ラーメン買ってたもん。まあね、ね、よくコンビニとかでも買ってた、若い頃ね、弁当とカップ、カップ、カップおにぎりとか、乳麺ってあるじゃん。乳麺あるね、はい。あれ味噌汁にあれそうめん入れるだけでしょ。味噌汁なの乳麺って。多分違う。味噌汁じゃなくても。乳麺って何？なんか味噌汁にあのそうめん入れて食べるの乳麺だと思ってた。なんだったっけ。そういうわけでもないの。違うんじゃない？乳麺って売ってないのコンビニに。でもラーメン食べちゃうか。ラーメンだよ、ラーメンにしちゃうなあ。手っ取り早いもあれ、あ、美味しいし、うん、そうか、ラーメンにやられてんのか。確かに今ほどラーメンないもんな、昔って。うん、ラーメンが今ほどない。今ほどないね、うん、種類が少なくてさ、うんうんうん、そうだった、そうだった。ラジオネーム天草大王、おぎやぎさん、小本さん、こんばんは。僕は毎朝味噌汁飲みます。ご飯じゃなくパンがおかずでも味噌汁飲んでます。おお、それは合わないね。合わない。俺パン、俺ほとんどパンだけどさ、うん、味噌汁合わない、飲まないな、うん、コーンスープだな普通はな、パンじゃコーンスープだよ。ご飯に合うもんな。もうおにぎりと味噌汁でいいもんね。いい、それでいいの、その2つすごいいいよ。いいよね。ご飯と味噌汁食べた時にさ、本当俺これだけでいいやって毎回思わない？思う時あるおしんことある。もうこれだけあればもういいやって思うよね、あの食べる時って。あ、不思議と。あ、まあそれだけでいつも足んないんだけどさ、食べてる時ってなぜか思うあ、俺もこれだけでいいやって、ね、人に言っちゃうのそれを。いや、そんぐらいうまいよな。うまいよ、うまい。京都府ラジオネームエッグホード、小木さん、八木さん、鈴木さん、こんばんは。味噌汁についてですが、僕は今大学生なんですが、長谷園の浅毛が好きなので10個入りパックのやつよく買ってます、うん、朝食、朝食欲がない時などは味噌汁だけで済ませる時もあります、うん、俺もこれ買ってたよ、よく10個入りパック買ってた。俺も、ねね、うん、便利だよこれ。好き、安いよね、だからね、うん、1個あたりがね、すごい。これほんと便利なんだよ、うん、ね、これほんとそうだよ。あの、ね、チューブから、チューブっていうか、あの入れ物からピュッて出して、うん、ちょっと入れる、もう終わりだからね、うん、お湯入れて。そうなんで、うめんだから。うまいよ。何がいいの具は。
もう具の話するまだまだ早い具の話は早いかな1時半ぐらいからかなじゃあその具の話は具こう、うん、やっぱね、おいやはぎまだラジオネームカースね、うん、ミランダカー、うん、もうマルコメの CM 出てるぞあれ嘘出てたマジですげえなミランダカーって何マルコメの CM やってんの出てるしょうゆですおいうまいうまくねおいしいね木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキうまいうまい俺聞いてる人たちさ豆腐に塩かけてすげえうめえって当たり前だろと思わない味噌汁飲むとホッとするミランダか私は日本人なのかもなるほどそのまま言ってたんだ、まあうん、やっぱミランダかに飲んでもらおうと思ったんだ、うん、ね同じあれかな、うん、理由かな俺たちと同じじゃないのうん、うん、1年ぐらい前か好き、とかでもなあ本当はあれよまあそうするとあれになっちゃうのか捨て間になっちゃうのか。捨て間か。いや、一番いいのは CM とかじゃないじゃん。まあね。この人が、まあ、インスタグラムとか、なんかもしそういうのやってんだとしたら、うん、そこでプライベートで、うん、私味噌汁毎日飲んでんですっていうのが一番。いいよね。うん、それが一番だから、本当に。ね。うん、が一番食いつくんだから。そう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 なんだ。毎日ね、飲んでるとか言ったらさ。CM だとやっぱ俺たちと一緒で、見過ごす。もう見過ごしちゃうよ。うん。知らなかったし。知らなかった。うん。そうか。まあでも、いいね。はい、いいね。マルコメもやっぱりミランダカに目をつけたか。そうね、うん。そこなんだな、やっぱ。そこが、ミランダカがやっぱすげえんだな、今一番。まあ流行るんだよ。うん。ね、そうだ。一十一歳とか言わしてさ。一十三歳とか。まだ、それ CM になっちゃうわね、そうね。やっぱね、インスタとかね。一十三歳っていうのは、はい、別に味噌汁には限らないのか。汁物だったら何でもいいのか。まあ、汁物何でもいいんじゃない？あ、そうか。ああ、そうだな。味噌汁だね。味噌汁がいいよね。あれ好き？おすまし。おすまし。おすましって？うん。おすましって。おすましっていうか、おすまし。おすまし、うん、だからそやっぱ味噌汁の方がいい。だし、うん、うん。はい。ちょっと薄めな醤油な感じ。うん、ああ、はい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 。うな重とか出てくるやつあ、うな重、うな重。気持ちよく出てくるような。気持ちいいの。気持ちいいとか、ああいう、ちょっと、ああいうね。そう。しゃれたね。さっぱりした。お吸い物、ね、うん。お吸い物か。うん。まあ、味噌汁だね。だよね。やっぱ、どっちかと言ったらもう。味噌汁だよね。一番好き。お吸い物だったら、コンソメスープの方がいいよな。のは全然いい。コーンポタージュとコンソメ。うん。コンソメかな。ああ。美味しい。ああ。中華スープとか。ああ。のがいい。中華スープってなんか卵スープとかね。卵スープ。ああいうね。ああ。うまいよ。そうだ、ね。でもそんなやっぱ味噌汁かな。1位だな。味噌汁はうまいね。味噌汁うまい飲みて。ね、いつでも飲めるのはすごいね。深夜もいけるし。朝も行けるしっていう。そうだね。夜も、もちろん昼夜も当たり前だけどさ。深夜に行けるってすごくない？朝と深夜って。すげえ。ね。すごいよ。あれがあるといいですね。お弁当もほんと味噌汁があるだけで一気に変わるよね。変わる。普段のロケ弁みたいなのでもさ。うん。味噌汁あるともう、ちゃんと全然違うもんね。全然違う、ね。冷めたお弁当が。そう。なんかね、寂しいね。ね。そうなのよ。特に冬場とかはね。また冷めた弁当に合うよね。あったかいから。あの味噌汁が。あったかいで流すみたいなさ。なんか全然違うんだよな。これはもう味噌汁好きよ。味噌汁いいよ。うん。うん。やりたい。で、具だよ、具。具ね。
ぐーねー。前もこんなの話したな。話したな。でも多分前言ったのと俺違うと思う、もう。今は俺だってあれだもん。あれが。あれだから。あれなんだっけな。あれ、しじみ。あー、そんなん一番うまいよ。赤だしのしじみ。あー、もう。もう、それこそ、それが一番お酒飲んだ後いいよ。いいんです。そう、俺酒飲まなくてもあれが一番いいからね。はー。まあ確かに、あれ飲みやそうだね、しじみの。うーん、まあ、ね。しじみだと俺コンビニでもそれ買うもん。わかる。ね。買いますね。あれは朝一番そうだな。コンビニで買ったとしても、出汁がすごい出てるもんね。出てる。しじみって。いいね。あれはいいね。しじみ1位でいいね。いいね。そんな人気あった？しじみ1位でいいね。いや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 。いや、しじみ1位だ。1位しじみ。いやいやいや。大根とかね。大根も 甘くなるしね。俺ね、じゃがいもも好きだし。じゃがいももいいし。いや、しじみだ。あと、俺、海苔も好き。海苔の、お寿司屋さんとかでもさ、やな出てくる、なんずの海苔がばーっとたくさん入ったやつね。あれは、岩海苔？岩海苔っつうのはあれ。うん。うまい。海苔汁。うまい。うまい。あれは白味噌かなんかで。海苔うまい。ねえ。うん。でも、しじみの赤だしが今のところ1位。普通に豆腐と、この油揚げは？いやいや、ネギとでしょ？もうそんなの一番いいよ。じゃあ、それ2位ね。まあまあ、一番ポピュラーで、いけるよね。うん、豆腐。わかる。なんだろうね。豆腐とかの味噌汁って夜中とか食べないな。豆腐は俺冷ややっこが好きだから、被るが嫌なの。ご飯の時に冷ややっこに俺ポン酢派だからさ。はい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 、はい。で食べるでしょ、うん、だから、豆腐は、味噌汁は意外と別に入ってなくていいんだ。やっぱしじみだった。でも家でしじみの、なんか、あんま出てこねえか。家でしじみないね。豆腐とかわかめとか。でもアサリ？アサリは。出てきたわ、俺実家よく。アサリ？しじみとか、そういえば。しじみとアサリ。アサリも。アサリはあるな。アサリは多いかもしれない。ね。うん。なんだろう。他何あるの？やばい。しじみの赤だしに勝てるやつじゃない。やばい。ないね。やばいよ。しじみなんだな。すげえな、やっぱしじみ。でも赤だしって子供の頃嫌いだったろ？嫌いではないよ。あ、そう。うち大ブーイングだったよ。うちっていうか俺。赤だしが？やっぱあれは大人の味だよ。絶対白味噌じゃないと。あ、そう。赤だしは好きだったけど。あ、大丈夫です。赤だしは、赤だしは大丈夫。大丈夫、赤。赤だしも好きな気がする、うん。いや、これ俺の意見結構、正しいと思うよ。白の方が甘いから多分ね。そうそう、子供には良くて。いいんじゃない？赤はちょっと嫌だったよ、子供の頃。大人っぽいのかな。いやー。まあ、よくは俺はインスタントで買うとき、朝毛夕毛でしょ、夕毛が赤だしでしょ。そうでした。で、朝毛が白だしだよね。で、俺夕毛をすごい飲んでた。そうだったっけ気がするもん。ラジオネーム、なにぬねぬーぶら。おぎさん、やぎさん、こんべさん、こんばんは。僕の好きなお味噌汁の具は、白味噌にじゃがいもネギ揚げです。じゃがいものホクホク感、そしてネギのくたっとした感じがすごく好きです。はいはい、うまい。わかるよ。いや、うまい。うまいよ。うまい。うまいんだ、じゃがいもがすげえうまく感じんだよな。確かにうまい。味噌汁のじゃがいもは。ただちょっとしじみの赤だしに勝てないな。しじみの赤だしってやっぱ大人なのかな。しじみってそんなだもんね。ああ、うん。ちっちゃい頃はそうですね。ねえ。うん、あんなの、あんなだしね、貝のだしってそんなだもんな、子供の頃って。そうだね。うん。貝ね。そう、じゃがいもが一番好きだった、子供の時は。子供の頃、あと、茄子とかもなかった？茄子もある。ね。茄子あった。そう。茄子いいよね。そう。あとなんか、こういうの入ってたっけ？まあ、納豆とかあるけど。ああ、納豆もありますね。あんま家で作んないね、納豆。甘草代用、ね。僕の好きな味噌汁の具は、青さです。青さ、ね、父親が母さんの青さの味噌汁とポテトサラダで胃袋をつかまれ結婚したと語る通り、うちの母親の青さの味噌汁は別格にうまいです。できることなら500ミリペットボトルでゴクゴク飲みたいぐらいです。そんなない。そんなんじゃないだろ、味噌汁。そんな胃袋をつかねえぐらいだからね。うん。味噌汁専門店とかいいなぁ。いやー、味噌汁だけ飲みに行くわけにいかないだろう。いや、もちろん味噌汁専門店と歌いながらも、味噌汁に合う、うん、はい、そういう、まあ、ちっちゃいおにぎりみたいなとかさ、
そっか、うん。味噌汁が豊富な店ね。そう。ラジオネームバラマンで、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。僕の好きな味噌汁の具は圧倒的に大根です。中まで染み込んでトロトロになったあの食感が最高です。うん、大根なら毎日飲んでも飽きません。いいね。大根いいよ。甘くなんだよな。大根もいいんだけど、でも大根おでんなんだよな。うん、まあおでんもうまいけども。おでんの大根ならうまいんだよ。なるほどね。他に料理で、うん、じゃがいももさ、例えば、うん、そういうポテトサラダもうまいしさ。うまい。じゃがバター。やっぱその1位でないとダメだね、味噌汁の時に。そうだ、そうだ。例えば豆腐は、要は、そうやって冷ややかとか。そうだ。俺も鍋の、あの、豆腐とか好きだからね、味。そうだ、麻婆豆腐だってあるしね、豆腐なんて。そうだ。しじみって味噌汁だもんね。あ、そうだ、そうだ。じゃあ、出た、そうだ。そうだ、そうだ。やっぱそうだ。しじみ味噌汁以上の、ない。ないね、料理が。ない。一番生きてる、しじみが。味噌汁、そうだね、生かしてるんだよな。生かしてる。しじみを。うん、そういうもので言ったらないね、しじみ以外にね。味噌としじみの組み合わせってのは最強かもしれない。最強かも。アサリだってね、アサリのワイン蒸しもあるしさ。あれ。パスタもある、アサリのパスタ美味しい。そうだよ。味噌汁が一番じゃないもんね。しじみはもう、そう考えたら。他の料理ってそんなに使わないか。なんで使わないの、しじみって。あんな出汁出んのにね。なんでパスタにはしじみ使わないの。見た目確かにね。悪いよ。なんだろうね、味噌汁に。しじみはと味噌だ。しじみ料理って何あんのそんなもん。もう普通にしじみを使った汁はありますけど、その、おすまし的なやつは、ね。ああ。料理はそんな聞かないですね。はあ。これホーリーマウンテン。僕は味噌汁の具で、玉ねぎとじゃがいもが一番好き。一番うまい。玉ねぎの食感とじゃがいもの甘さが最高です。うまい。わかるよ。うまい。うん。ね、まあでも俺フレンチフライとかが好きだしな。玉ねぎ？うん、じゃがいも。あ、じゃがいも。じゃがいもね。オニオンリング。オニオンリングよりはな。ああ。味噌汁の方がいいかな。確かに、好きだよな、おぎ。オニオンリング。オニオンリングもまあ好きだし、あれ揚げ物好きね。フライドポテトがやっぱり一番好きだけど。ああ。確かに玉ねぎは、味噌汁に入ってるとうまいけどな。うまいよ。ね。でも、オニオンリングスの方がうめえな。オニオンリングス？ああ。やっぱり。スメチューブの。オニオンリングス。俺のオニオンリングスの方がうめえと思う。すげえし、オニオンリングス。2連勝できる。オニオンリングス。オニオンリングス2連勝。ラジオネーム、ゲスの極みおなめ。1時半を過ぎたので好きな味噌汁の具メールを送ります。僕が好きなのは卵です。おばあちゃんがよく作ってくれたんですが、卵をそのまま落として半熟になったら黄身を味噌汁と混ぜるのがたまらなく美味しいです。はい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 。わかる。子供の時そうだった。やった。で、なんかそれをね、なんか最後俺ご飯の上にかけちゃう。あー、美味しそう。卵。うまそう。半熟俺、そこで崩さないでご飯の上で崩す感じ。うまそう。いやー、食べてたなー、それ。それはうまそう。卵も。卵ね。卵がなくなったら一番困るって話した？あ、俺奥さんとしたんだ。奥さんそんな話した？知らないな。結局、そう考えたら、うん、世の中で一番なくなったら困るものは鳥だってことになったの。あ、卵だからね。そう、で、まず俺鶏肉が大好きなの。はいはい。ね。うん、鶏肉大好きで、まず肉の中でも一番なくなってほしくないのは鶏肉だと。うん。なった俺。はい、まあまあ最終的にはそれあるかもね。うん、そう。しかも、卵までなくなっちゃうんだよ。まあ、鶏がいなくなったら。そうね。卵をね、結構な料理に卵って必要なんだもんね。そうでしょ。だからそれも込みで、一番なくなっちゃいけないものは鶏。うん。ってことで決定したからもう。うちでは俺も鳥かもしれないね。鳥に決定。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
豚汁忘れてた。豚汁だったわ。豚汁なんて最強じゃないか。最強。ずるいかでも。そうね。あれ味噌汁っていうの？あれ味噌汁にしていいの？まあ、でも味噌汁か。まあ味噌ですもんね。味噌だもんな。そしたら味噌煮込みとかもあるよ。まあそうですね。味噌煮込み。うん、味噌煮込み。土手鍋的なやつね。そう。ああ。そっかー。でも豚へ。だったら俺の好きな鶏って思ったらけんちん汁あるもんな。けんちん汁ね、うん、うん、あるね。あれ鶏だもんな。ね、けんちん。それやっぱ入れちゃうの。それいいの？そんないいの？そんなことして。味噌汁なんだろうな、あれって。味噌汁でしょうね。味噌汁のトッピングっていうかちょっとこうねよくそういう松屋みたいなところにも、うん、プラス50円とかねぐらいでああいう。豚汁とかいけるからさ、そうだね、同じ種類なんだろうな、あれって。そうか。じゃあちょっと今までにないさ、この、あ、その手があったかみたいな。さっきのメガネとさ、うん、ビールじゃないけどさ、まあ、ちょっと考えられなかった組み合わせのうまいやつ、うんうん、見つけたくなってくんね。味噌汁ね。こうなってくると。はいはい。うん。確かにそうだよ。今おにぎりもさ、どんどん増えていってもね、種類が。なんか味噌汁って全然種類増えてないもんね。増えない。いや、今日ここに、うん、キャラメルコーンがあるんだけどさ、はいはいはい、キャラメルコーンのさ、ガーリック味ってのあるのよ。うん、これね。超うまくね。うまい。これ、キャラメルコーンだと思って食うと全然違うんだよ。裏キャラコーン。裏キャラコーン。裏キャラコーン。キャラメルじゃない。そうだ、もうキャラメルじゃないもんね。キャラメルじゃないんです。食ってみ。もう。いや、これうまいよ。ガーリックの味なんですよ。これね。はい。超うめえ。もう関係ないもんね。裏キャラコーンだもん。つまみになる。で、この後にさ、いわゆるキャラメルコーン食うじゃん。うん、甘いやつ。うん、このね、うん、キャラメルコーンって、キャラメル味ですね。こうやって食っちゃうと、うん、一番うまいんじゃないかと思う。これわかる。思わない。ちょっとね、うん、食べるとうまいよね。ね、これ。毎回俺思ってた、これは。思うよな。買うまでに手が届かないんだけど、食べた時に、うん、あ、これ一番うめんじゃねえかっていう。いや、これ、あるよ、結構、あるあるだよね。お菓子あるある。お菓子あるあるだ。あるよね。結構みんな言うんだよ、これ。食った時に。あれ、これうまいんじゃないって。うまい。これだ。うん。だからさ、うん、なんかある？なんかね。でも、ほんとに何でも入れてるよな。もう何でも合うんだ。ズーチは？やだ。ズーチ。味噌にチーズって合うけどね。ありますね。本当はね。味噌に、チーズの、チーズによるのか。ねえ。うん。ご飯と。ちっちゃいチーズ。探したいんだよ。ちっちゃいチーズいっぱい。ちっちゃいチーズってなんだよ。ちっちゃいチーズ。で、確か大きいの考えてなかったし、俺。大きいチーズ。考えてなかった？ちっちゃいチーズっていうのも、まあ。いや、もしかしたら、とろけるチーズみたいに入れるパターンと、うん、いわゆるそのプロセスチーズ、ロッピーチーズみたいなやつを、うん、ちっちゃく切って入れてんの、さ、どっちかになるじゃん。はいはいはい。うん、チーズね、ちっちゃいチーズ、とろけないやつ。ちっちゃいチーズ。うん。で、ズッキーニかな、じゃあ、ズッキーニ。あー、うん、ね、あー。ズッキーニとチーズの味噌汁？うん、あー、飲みたい、飲んでみたいそうですね。ナスみたいな雰囲気になるかもしれない。ナスみたいになるから、ちょっと飲んでみたいな。そこに、うん。ちっちゃい、細かいのもいいし。みょうがもね、やっぱ入れたいもんね。募集する、うん、今日。はい。味噌汁に入れた美味しそうなやつ。うん、今日は募集します。ファックス番号東京 03-5562-9540。メールアドレス、メガネアットマーク tbs.co.jp です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。いやー、うん、来てる。来たね、急に。来た。味噌汁ね、バーッと。ご用意しました。ね、コンビニで。コンビニでさ、今こんななんだね、揚げナスって。ありますね。揚げナスなんだね。ってさ、すごくない？美味しいですよ。俺ちょっとしじみ飲んでみる。うん、しじみ。
うん、美味しい。なんて美味しいの？揚げナスは？揚げナスどうですか？美味しい。え、揚げナス、待って。まあでも。ねえ、なめこ忘れてた。なめこ。なめこだよ。なめこだよ、バカ。なめこだよ、バカ。バカも。本当に。何考えてんだよ。美味しい。ねえ、なめこ。うん。ねえねえ、なめこもさ、うん、味噌汁が一番美味しいんじゃないの？チヂミと一緒で。あら、そうかも。他は、そう。ね、あの、あれって何よくみんなが一番好きじゃねえかっていう、うん、あの瓶に入ってるさ。はいはいはい。あれ何あれ？なめたけ。なめたけ。なめたけってなんでみんな好きなのあれ？わかんない。美味しいですよ。俺あんま食べてないんだけど、あれ。ご飯に合いますよ。うん、あれって味噌汁合わない？ねえ、ちょっとおぎん。ねえ、なめこ食べて。なめこ。みんな全然違う。ねえ、しじみに匹敵するよ。うんやっぱ、なめこは。あげなさ。あげなさ。おいしい。あの、やっぱ、これ、だしがすごいね。だしも効いてます。なめことかで出るからいいんだな。うん。あげなすやばい。うまい。うまいね。あげなす、初めて食べた。美味しいですよ、ね。ただのなすより美味しい。そうそう。揚げだろうが。ってすごいよね。うん。手間が。コクがね、出るの。そう。ああ、参った。まいったなぁ。全部うめんだなぁ。しじみが。あ、でもやっぱしじみうめぇなぁ。めっこ揚げなす。しじみのこの中のやつがこう出てきてるの、これをさ、探して、食べるのも好きだし。でもまぁこれが、今回は全部白味噌なのね。これ白味噌。そうですね。あれまいったなぁ。どうしたらいいんだろう。あ、でもね、来てるよ。しじみすげぇわ。しじみうまいなぁ。癖がすごいいいね、このね。ラジオネームメチシカ、小木さん、八木さん、コムテさん、こんばんは。やったことないですけど、うん、味噌汁にトマト入れたらなんか美味しそうじゃないですか。うん、おでん理論ね。おでんのトマトうまいからね。違うな、だわ。ちょっとそうですね、酸味が合うかな。ね、来る、うん、味噌とトマト。でも、野菜に、野菜スティック、全部味噌で合うじゃない、うん、大体人参も。あ、ね、であれ味噌、トマトもあるでしょ、どうせ。あるね、うん、トマト、そっか、合うな。トマトみたいな。トマトスープもあるから。まあ、まあまあまあ、いいのかもしんないな。なくもないのかな、うん、ラジオネーム、ひむたんラーメン。松茸の味噌汁はどうでしょうか、贅沢だな。贅沢だな。お吸い物でね、よくあるもんね。お吸い物の方がいいかな、香りを引き立たすために、松茸の場合は。そう、味より香りですか、ね。うん。そうね、ラジオネームドスコイパンダ、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。僕は味噌汁にお餅を入れたら美味しいと思います。雑煮にもお餅を入れるので合うと思います。まあまあ、うん、それは、ね、まああるよ。美味しいですよね。美味しいですよ、それは。まあ食べたことあるし、うん、合うね。合う合う。味噌汁にお餅、お餅って好きな人好きだもんね。の、俺好きだし、お餅。あ、好き。美味しい美味しい、うん、あんまり夜大人なくて食べなくなっちゃったけど、うん、でも何でもお餅入れたい人いるもんね。うん、あるとまあうまいな。ってことは、こういうコンビニの味噌汁も、お餅入れた味噌汁っていうの売ってたら、ある程度売れるのかもね。好きな汁から。お腹にたまるしね。そうそうそう。お雑煮みたいなもんだもんね。味噌汁に。お餅で。そうか。ラジオネーム、三浦大将軍。うん、先週に引き続き土井先生の話なんですが、土井先生は、お味噌汁にパンを入れるのをしています。パンがオフみたいになって美味しいらしいです。お試しあれ。はい、まあ、オフが確かに、ね。そっか、だってオフでいいもんね。うん。オフみたいでって言われたら。まあね。うん。パンはやっぱコーンポタージュに入れたよ。そうだよ。コーンポタージュが美味しいよ。うん。ポンコタージュって言われたら。いや、できるよ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。今日募集したね、はい、具ね、うん、味噌汁のこれとかすごいよ。ラジオネームシコッティカメロン、はい、僕が好きな味噌汁の具はイチゴです。
は以前一緒に住んでいた北新地のキャバ嬢のリエちゃんが作ってくれました。最初はびっくりしましたが、これ慣れると癖になります。種類はアマオがベストです。ぜひお試しください。いやー、こういうのね、ほんと嫌なんだよ。いちごはいちごだけで食べるのがすげえ美味しいもんな。そう、だからもったいない気がするんだよな、そのもので食べれるものってね。なんかさ、わざわざ入れることが。パフェにさ、とんかつみたいなの見たことある？ある、ありますね。ああいうのがハマるとうまいとか言うじゃん。なんか番組で食べたことあるよ。あるでしょ。あれ癖になるとか、うん、それ系でしょ。確かにうまいはうまいかったね。甘いものとしょっぱいものっていうね。そう。まあでも、いわゆる生ハムメロンとか、同じ理論なんだろうな。うん、そうじゃない。でも嫌いなし嫌いだもんな、生ハムメロンな。いまだに食べれない。ダメ。うん。ああ。別じゃないと嫌だ。嫌だ。うん。あら、あ、沖縄ね、ラジオネームスーミン、はい。私の出身の沖縄では味噌汁の具にスパムとか入ってました。あ、スパム、じゃがいも、卵の味噌汁って意外と美味しい。うまいね。まあまあまあ、豚汁的な感じで。スパムはうまいよ。うまい。スパム。うまいな。うまいね。もうちょっとやっぱイチゴもいい。だ、意外性欲しいよね。うん。うん。うん、ラジオネームカスピ。皆さんこんばんは。残り物の天ぷらを味噌汁の具にするのもとても美味しいですよ。名古屋などの中京地域ではとってもメジャーな飲み方です。しんなりした衣と染み出る油が味噌汁にコクを加えます。ぜひ一度試してください。どうだろう。ちょっといいかもしれない。食べたらうまいかな、うん。衣ね。美味しいかもしれない。あれだ、だから。汁。あの、立ち食いそば屋でさ、トッピングでコロッケ入れるのと一緒だ、うん。最初さ、なんでコロッケ入れるんだよと思うじゃん。もう、もう、上がってるものを。ね、そう思って、ね、騙されたと思って食ってみたらうめえっていうさ。うまいんですよ。はいはいはい、まあ、ね、うまいんだけど。ああ。まあいいかもな。残りもんか。天ぷらね。しなっとしちゃうけど、うん。まあね、意外と。埼玉県ラジオネームアロエマン。僕が考えた味噌汁の変わり種の具ですが、キムチと豚肉を入れて、チゲ風の味噌汁になると思うんですが、ありですかね。おー。まあまあいいんじゃないの、まあ、チゲ鍋で、ね。これ、キムチチゲだよ。キムチチゲだもんね。で、卵、あれや。うん、もう、うんうん、あ、上がりでしょ、上がった上がった。完成でしょ、はい、そうよ。味噌を入れる、ね。ああ、キムチ、豚キムチに卵入れればもう、うん、うまいよ。まあまあまあ。もうご飯のおかずだよ、そうだよ、こんなもんは。うん。まあ、うまいうまい。ラジオネーム、豆腐小僧。味噌汁にサラミ入れると美味しくなりますよ。一度試してください。サラミ？へぇー。いや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 。サラミ。サラミね。サラミ。サラミ。へぇー。サラミ。サラミね。いやいやいや、違うよ。違う。違うね。違う違う。そんなんじゃない。じゃあちょっと一旦。うん。コーナー行きます。さあ、今日の味噌汁の具ね。うん、ラジオネーム、今夜も今日の味噌汁の具だと夕食の話になっちゃうのでメールテーマっていうのを端折っちゃうとね、今日の味噌汁の具だとご家庭の話、今日の味噌汁の具はでのメールテーマね、はい、ラジオネーム今夜もあの子で抜いたろ、味噌汁の具ですが、セロリとかどうでしょうか。僕も試したことはないんですが、みょうががありなら、あながちいけるのではと思います。いけそう。うん、うまいんじゃないの。ああ、うん。セロリはね、いいよね。野菜はまあ、大体合うのかな。大体合う。ね、ほんとこうやってなめことかさ、しじみとか飲んでわかるけどさ、うん、あの、癖のあるのって美味しいね、味噌ってね。ああ。ちょっとこう独特の味を出すのが。ああ。合いそうな気がする。そうだね、うん、ラジオネームバラマンディ、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。味噌汁にはカレーを入れたら美味しいと思います、うんうん、コクと深みが増してご飯が進むこと間違いないです。うんうんうん、うまいんじゃない。カレー入れたもうカレー入れちゃうの。もうカレーになっちゃうけどね、うん、カレーになっちゃう。カレーになっちゃう、もう完全だね。カレーうどん、カレーにちょっと味噌入れたりします。まあ美味しいもんね、絶対にカレーにする。でもさ、俺が昔ね、池尻大橋に住んだ時にね、近くに、その、チェーン店じゃない、なんか、カレー屋があったの、うん。おじさんとおばさんがやってる、うん、汚い、うん。そ
そのカレーがそんなに別にうまいわけでもないんだけど、うん、まあ近くにカレー好きだから、行ってたの。うん、そいつも味噌汁が作るんだよ。ああ、作るのね、はい。俺はそもそも大反対だったね。うん。カレーに味噌汁って。はい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 。うん、でも仕方ねえから飲んでたら意外とハマってきたの。ああ、そう、うん。俺もなんか合わねえなっていつも思ってた。カレーに、俺、松屋とか、そうだよね。つくよね。つくよね、味噌汁。合わないなぁ。いらないよね、カレーなんて。味噌汁。でも意外と、合うんだ。なんかハマってくんだよね。だからそういう意味では、そうね。味噌汁カレーって響きが、ちょっと、二度聞きするよね。うん、あと書いてあったら、看板に書いてあったら二度見するよね。味噌汁カレー、うん、期待感あるよ、ちょっと。うん、なんだろう、うん、と思うね。味噌汁カレーって書かれたら。うん。まあいいかもしんないね。あれ意外といいかもしんない。うん、あんま聞いたことがない。さっぱりしないか、でもね。なんかさっぱりというか、すっきりというか、やっぱご飯に。まあ、だご飯のおかずになっちゃうだろうね。そうそう。これは。メインになっちゃいそうな感じでしたよ、しょうがないもんね。ああ。スープカレーあんじゃん。スープカレーあるね。ねえ。うん。だから、味噌汁カレーってもうほんとご飯との、の食べ物として、意外といいのかな。うん。ちょっと試してほしいな。味噌とカレーのコラボ。ねえ。うん、どんな味になるのか想像できなくない？ね。カレーの強さがすごそうでも。強いな。強いね。ラジオネーム、いろはすけいじ。僕はニンニクが大好きで何にでも入れてしまうんですが、この前味噌汁に入れたところ結構いけましたよ。うん、はいはい。あ、まあ、ね、まあ、まあ、ニンニクは合いますよ。うまいね、それはもう。あ、合わないわけがないよ。なんかな、最近出たような食べ物の方がいいのかな。うん、最近なんか野菜とか。そうそうそう。うん、まあ、最近でもないけど、俺が子供の頃はなかったアボカドとかさ。はいはい。ああいうのなんかさ、うん、まあ、あんまり味噌汁に入れるイメージがないじゃん。ないね。意外性はあるかもしれない。アボカド、うん、アボカドで絶対合うよね、でもね。和のものになんか合うね、確かに。うん。うん。合う合う。合うね。うん。何があるかな、やつ。うん。ラジオネーム空飛ぶチェリーいっぱい、味噌汁に入れたら美味しそうな食材はネギと牛すじ煮込みが美味しいと思います。薬味のネギと味噌汁によってホロホロにされた牛すじと味噌の風味が合わさって絶対美味しいと思います。味噌に牛っていうのはあんまない ね、 ね、豚と鶏はね、そうそう、豚汁とけんちん汁があるけど、そうなんだな、牛もうまいんだろうけど、やっぱそのけんちん汁と豚汁にはまあ勝てないもんな。勝てない。牛ってやっぱ勝てないじゃん、結局その肉には。勝てない。牛は結局ステーキが一番だから。そうそう。それ以外ダメだからね、牛ね。ね。全然。牛料理にあんまね。合わないんだよ。うん。うん。ラジオネーム、三重のトレーラー乗り。私はよくブロッコリーを入れて飲みます。スーパーフード同士でよくないですか、うん、はいはいはい、ブロッコリーいいよ、うん。ブロッコリー。ブロッコリーなんか飲んだことある気がするな、俺。ねえ。うん。ある気がする。で、邪魔しないからな、ブロッコリーはもう。うん。入ったところで。うん。全然合うんじゃない？いいね。うん、あ、味噌、ラジオネームジョエル。過去に何回か味噌汁に餃子を入れたことがあります。うん、意外とうまくてその時ハマりました。なるほど。うまいうまい。うまい。餃子、うんうん、ああ、うまいな。うまいでしょ、絶対に。ワンタンみたいなことだもんね、ちょっとね。だから、水餃子ね。水餃子とかも、ね。ああ、味噌汁入り、うん。いいかもしれない。うまい、うん、うまいよ。水餃子うまい。それにパクチーとか入れてもいいかもしれない。うん、バーって。おしゃれ。ね、あ、うん、美味しいかもね。パクチー入れちゃう。そしたらちょっと味わって。俺チーズ入れちゃう。俺チーズ。ずるいずるい。ずるいな。うん。お、ラジオネーム、ちゃんこいこい、うん。僕が味噌汁の具にいいと思うのはアボカドですって。で、入ってる。ほら来た。マグロなんかと一緒に入れたら美味しいと思います。うん、チーズとも合いそうじゃないですか。うん。まあ、マグロとね、はいはいはい、アボカドも美味しいもんね。まあ、美味しい美味しい。で、チーズ？チーズも合うよ、もちろん。ああ、マグロ入ってんのうまいな。うまいね。ああ。ああ。トロトロの味噌がいいな、なんか、スープより、味噌汁よりも。
アボカド、マグロ、チーズ、味噌汁。うん。ああ。まあ、うまいかな。もしかしたらうまいよね。うまそう。なるほどな。うん。謎解きポテト。味噌汁に入れて美味しそうなもんですが、僕の祖母はよく味噌汁にバターを入れてました。うん。一見あまり合わないような気がしますが、あの香ばしさがジャガイモなどの具材と意外とマッチしてご飯のおかずとしてめちゃめちゃ活躍してくれます。また味噌の味も壊さずに頑張ってくるのでとてもおすすめです。ね、まあ、味噌バターラーメンだもんね。そうですね。味噌ラーメンにはバター入れるから。そうだ。味噌バターラーメンうまいな。そう。味噌バターラーメン食べたいな。食べたいね。コーンかなんか入れてさ。コーンのもやしとね。そう。だから、よくそう、うちもやしも入ってたな、だから、味噌汁に。あ、もやし美味しい ね。やっぱ味噌ラーメンから来てんのかな、ああいうのも。なんだろうな。ねえ。ラーメンが後じゃないの。なるのかとか。うん。もやし入れてたな、もやしもうまいんだよね。うん、もやし美味しいですね。もやし。うん。ほうれん草も入ってたな、よく。入ってた。うん、よく考えたら。うん。野菜でいけんだな。ああ。うん。大根のさ、はい、味噌汁ってさ、細く切ってあった？あ、細いやつ、ちっちゃいポテトみたいな、フライポテトのさ、よく。そうそうそう。あのね、角。ね、角。千切りっぽいなんか、ね。そうそうそう。でいいんだよね。いい。うん、株もあったんですよね。株あったよ。株あった。株あったよ。株はいいよ。株は美味しかった。株美味しかったね。なんかね、歯応えが可愛いね。キュウリって入れないね。入れないよ。入れないよ。キュウリ入れないね。水っぽいから入れないよ。どうなんだろう、水っぽい。ちょっと水っぽいの。うん、そっか。そういうことなんだね。入れないのか。となると、イチゴってやっぱ違うよね。そうですね。合うのかな。ね、酸味がね。酸味とああいう水っぽいっていう中の、トマトとか。あんことか入れたらどうなの？あれ、どっかになかったっけな。あんこ。あんこ。あんこかー。美味しくないよ。美味しくないよ。美味しくないよ。どうだろう、美味しいのかな。ね、なんか味噌あん、味噌あんとか、お雑煮を甘くするとこあるじゃないですか。地域によって。うんうん、うん、あの、あんこの入ったお饅頭的なやつ入れちゃったりする地域があるじゃないですか。香川県にある。あんこ、お味噌汁に。あんこ溶かすの？でしょ。溶かすっていうかもう混ぜちゃうの？うん、甘じょっぱくだね。あ、意外に美味しいかもしれない。まあまあ、甘じょっぱいお汁粉的な感じなのか。すごい発見したい。なんか作りたいよね。すごいやつを。いろいろね、うん。ラジオネーム、クリーム男爵。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。味噌汁にごま油を加えるのはどうでしょうか、うん、香りがいいことはもちろん、味も普段よりコクが出ることでしょう。まあ、はいはいはい。うん、豚汁とかにもごま油入ってんだっけ、あれって。かけるね。かけない、ね、かけない、うん、なんかかけたりもするよね。あ、んと。あ、かける、もうわかんないけど。わかんない、もう全然、うん。でもなんかちょっとそんな味もする。使うのかもしれない。うん。先にね。そう。だから合うよね。ラジオネームろくでなし。味噌汁に合いそうな具材ですが、ポテチなんてどうですか？じゃがいもも味噌汁に合いますし、湿気った感じで美味しいんじゃないかと思います。あ、ポテトね。まあ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 。ポテチね。ポテチうまいかな。あ、まあまあ。ふにゃふにゃしたのがいいのかな。逆にどうなんだろう。うまいな、多分。まあまあ普通には。うまそうっちゃうまそうだな。なんかすっきり。なんかあったんだよな、うん、ポテチで思い出したけど、ね、これか、あ、これかな、これだ。ラジオネームニラーレバ炒め。やったことはないですけど、ベビースターはどうですか、うん、味がにじみ出て、チキンラーメンみたくなるやつね、うん、さっきおっしゃっていたラーメン感も出ると思います。うん、あ、うんうん、まあまあまあ、いいかもしんないね。ベビースターね。合うね。ああ。うん、合うんじゃない。ああ。合うけどな、お湯のがいいもんな。お湯？いや、だから普通のチキンラーメン。ベビースターだよ。うん、ベビースターも。
お湯入れるとなるじゃん、チキンラーメンみたいな。まあ、ラーメンっぽくね。そんな味噌する必要もないもんな。必要はないか。うん。なんとかなあれ？ラジオネーム、リオネルタッチ。僕は味噌汁とハンバーグが好きなので、いっそのことを混ぜたら美味しくなると思います。水餃子的な革命が起こると思います。ああ。革命起きる？ハンバーグ。ハンバーグだよ。ハンバーグ。ハンバーグ。まあ、つみれ感覚で、もう、ハンバーグが崩れなくて、崩れなくて。でもな、ハンバーグで食いてえな。そうなのよ。そうそう。ハンバーグで暮らしてほしい。ハンバーグで食べたいよ。ねえ。やっぱさっぱりしたいんだから、さっぱりっていうか、やっぱ味噌汁は。ねえ。そう。ちょっと違うんだよな。ねえ、違う違う。ラジオネーム、何ぬらノーブラ。味噌汁の意外な具ですが、シーチキンは意外に合いますよ。玉ねぎと一緒に入れると、玉ねぎの甘さと相まって絶品です。ほんと？あ、シーチキン。魚臭さ出ない？出ねえか？俺あんま好きじゃねえな。ダメだな。そうでしょうね。まあ、その人は食べてんだっけ、それで。意外に合いますよって。いや、合うでしょうね。でも、シーチキン合うんじゃない？まあまあ、魚のさ、要は、あの、なんだっけ、何汁だっけ、魚がたくさん入ってるような、ああいう鍋とか。はい。あら汁みたいな、あれにもなっていくんだろうね。鮭とかもあるし。ああ、美味しいわ。美味しいよ、美味しい。魚のなんかね、入ってるのうまいもんね。出汁がまた出るとね。そう。ああ。ラジオでもチャンプル。ピクルスの味噌汁やってみたいです。さっぱりしたピクルスの酸味は夏にぴったりだと思います。味噌もピクルスも発酵食品なので合うのではないでしょうか。いやー。でもさっききゅうり合わないってなったもんな。まあでも、冷や汁にはちょっと入ったりしますよね。あー、入ってる。冷や汁、うまい。入ってる。入ってる、入ってる。ないのに。あれさっぱりする。ねえ。贅沢したらありかもしれないですね。そうかね。美味しいよね。冷や汁にキュウリ入ってるからうまい。むしろ。でも冷たいからつまない？あると。よくさ、アジアのさ、ベトナム料理とかに炒め物にキュウリ入ってんじゃん。ああ。あれ嫌なんだよね。よくないね。よくない。キュウリ熱くすんの嫌なんだよな、俺。冷やし中華みたいに冷えてると美味しいけど。ああ。いやーダメだなぁ。あれ熱くしたら美味しくない。でもズッキーニは。ズッキーニ合いそう。熱いの、美味しいのよな。キュウリっつうのかなぁ。キュウリ。キュウリに似てるの何？あれ、ね、沖縄の、あれね。ゴーヤ？ゴーヤ美味しいですね。おとおしても美味しいね。ねえ、あれは。ああ。それではね、メールね。ラジオネーム、はい、皮が剥けすぎた、チーズは合います。おピザ用のものでもカマンベールでもいいです。お溶ける前に食べるのはコツです、うん、そしてこれに海苔を追加すると最高です。やっぱうまいんだよ、チーズが。食べてみたい。合いますよね。へえ、いいんだよ。いいんだね。チーズか。チーズと海苔、確かな。チーズってやっぱすげえな。すごいですね。逆に合わないものがないのかな、チーズ。チーズに合わないものは、ない。ないかな。ガムとチーズ合わない。チーズ？なんで合わせた。ガムとチーズ一緒に食いたくないだろ。食いたく、チーズ味でしょ？言ったら。いや、違うの。まあ、チーズでね。粉々になっちゃいそう。やだ、チーズ。チーズのガム食いたくない。粉々ってのかな。気持ち悪い。合うんだ、やっぱな。シボンってラジオネーム、もろもろの桜。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。乃木坂46のマイアンが、味噌汁にマヨネーズをかけると言っていました。具は何でもいいと思います。
わ、気持ち悪い。やだね。気持ち悪いよ。味噌マヨネーズは美味しいですけどね。あ、そう、ああ、そうですね。はい、まあね、ディップです。なんかね、やる、そうだそうだ。うん、ああ、そうか。でもやっぱスープになると違うな。まあ、だってなんか見た目がなんかさ、変な感じになりそうで、汚いゴミみたいになるじゃん。そうそう、分離するかも。そうそうそう。ゲロの味しそう。ゲロの味は酸っぱみがあって、なんか。ダメだよね。まずい。やだ。うん、ラジオネーム出席カード、いろいろ検索していたら、うん、バナナのお味噌汁が長崎の大村市にあるらしいです。バナナは黄色くなる前の青いやつだそうで、はい、食感が芋みたいで甘くもないそうです、はい、ちょっとよくね、バナナ、うん、南国とかそういう料理、ね、なんかあるな、まだ甘くないやつをさ、パパイヤとかね、そうそうそう、料理とか、ね、そういう系か、わざわざな、うん、そうそう、うまくはねえんだよ、そんなやっぱ。ラジオネーム、卵焼き失敗。前に健康のためにココナッツオイルを飲もうと思って、お味噌汁に入れたらコクが出て意外と美味しかったです。ココナッツオイルはそこまで匂いや味がしないのでおすすめです。わかる。確かに。なんか、飲んだことある気がする。ね、ココナッツオイル。なんか美味しそう。美、う、味、んうん、しいは美味しいけど、ね、そ、うん、うなんだよね。なあ。そう。やっぱね、結局そのシジミとかナメコで今話しちゃってるから、うん、それを超えるものが欲しいだけでさ、超えなかったな、ちょっとさ、今日超えなかった、いいじゃん絶対。ラジオネーム、餃子屋さんとかある、味噌汁にたこ焼きはどうでしょうか。たこ焼きの生地に味噌汁の旨味が染み込んで美味しくなるんじゃないかと思います。かっこ悪い、そんなかっこ悪いかっこ悪いじゃん、そんなたこ焼きってなんだ、だけど料理としてだしにのたこ焼き食べたことある？はい、明石焼き、ね、あるある。明石焼きつの、はい、はいはい、あれうまいじゃん。うまいうまい。ってことはちょっと、うん、あれに合うんだろうけどね。かっこ悪いんだよ、ね。かっこ悪いってなんだ。かっこ悪いんだよ。料理としてかっこ悪い。バラマンディ。味噌汁にナタデココアはどうでしょうか。あの食感でインパクトを与えますが、味は一切ないので、うん、味噌汁本来の味を損なう心配がないため、最高のコンビになると思います。うん、ナタデココって透明なやつ、そうですね、イカみたいなね、透明なやつって気持ち悪い、味噌汁の中に透明なのが入ってるよ、うん、気持ち悪い、奥が見えちゃうんでしょ、そのそうですそうです、あれやだね、あかっこ悪いねかっこ悪い、ね、いやーじゃあダメだ、超えれなかった、何もかっこ悪い、ね、今日何も超えれなかった、超えるものはやっぱないんだよ、シジミとナメコ、ちょっとナマコか、ナメコ、ナメコ、うん、なめこで。新しいのね。ないんだな。ってくんだよね。だからそういう意味では、うん。そうね。味噌汁カレーって響きが、ちょっと、二度聞きするよね。うん。あと書いてあったら、看板に書いてあったら二度見するよね。二度見する。味噌汁カレー、うん、期待感あるよ、ちょっと。うん。なんだろう、うん、と思うね。味噌汁カレーって書かれてたら。うん。まあいいかもしんないね。あれ意外といいかもしんない。うん、あんま聞いたことがない。さっぱりしないか、でもね。なんかさっぱりというか、すっきりというか、やっぱご飯に。まあ、だご飯のおかずになっちゃうだろうね。そうそう。これは。メインになっちゃいそうな感じでしたよ。しょうがないもんね。ああ。スープカレーあんじゃん。スープカレーあるね。ねえ。うん。だから、味噌汁カレーってもうほんとご飯との、の食べ物として、意外といいのかな。うん。ちょっと試してほしいな。味噌とカレーのコラボ。ねえ。どんな味なんだか想像できなくない？ね。カレーの強さがすごそう、でも。強いな。強いね。ラジオネーム、いろはすけいじ。僕はニンニクが大好きで何にでも入れてしまうんですが、この前味噌汁に入れたところ結構いけましたよ。うん、はいはいはい。あいね、まあ、まあ、ニンニク合いますよ。うまい、ね。それはもう。あまあね、わけがないよ。なんかな。最近出たような食べ物の方がいいのかな。うん？最近なんか野菜とか？そうそうそう。うん。まあ、最近でもないけど、俺が子供の頃はなかったアボカドとかさ。はいはい。ああいうのなんかさ、うん、まああんまり味噌汁に入れるイメージがないじゃん。ないね。意外性はあるかもしれない。アボカド？うん、アボカドで絶対合うよね、でもね。和のものになんか合うね、確かに。うん。うん。合う合う。合うね。うん。何があるかな、やつ。ラジオネーム空飛ぶチェリーいっぱい。
味噌汁に入れたら美味しそうな食材はネギと牛すじ煮込みが美味しいと思います薬味のネギと味噌汁によってホロホロにされた牛すじと味噌の風味が合わさって絶対美味しいと思います、うん、味噌に牛っていうのはあんまない ね、 ね豚と鶏はね、そうそう、豚汁とけんちん汁があるけど、そうなんだな、牛もうまいんだろうけど、やっぱそのけんちん汁と豚汁にはまあ勝てないもんな、勝てない、牛ってやっぱ勝てないじゃん、結局その肉には。勝てない。牛は結局ステーキが一番だから。そうそう。それ以外ダメだからね、牛ね。ね。全然。牛料理にはあんまね。合わないんだよ。うん。うん。ラジオネーム、三重のトレーラー海苔。私はよくブロッコリーを入れて飲みます。スーパーフード同士でよくないですか、うん、はいはいはい、ブロッコリーよ、うん。ブロッコリー、キャニー、好きだよな、おぎ。オニオンリング。オニオンリングもまあ好きだし、あれ揚げ物好きね。フライドポテトがやっぱ一番好きだけど。ああ、うん。確かに玉ねぎは味噌汁に入ってるとうまいけどな。うん、うまいよ。ね。でもオニオンリングスの方がうめえな。リングス？ああ。やっぱり。チームの。オニオンリングス。俺もオニオンリングスの方がうめえと思う。強いし、オニオンリングス。二連勝、二連勝できる。ラジオネーム二連勝。うん。ラジオネーム、ゲスの極みもない。一時半を過ぎたので、好きな味噌汁の具メールを送ります。僕が好きなのは卵です。おばあちゃんがよく作ってくれたんですが、卵をそのまま落として、半熟になったら黄身を味噌汁と混ぜるのがたまらなく美味しいです。はい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 。わかる。子供の時そうだった。やった。で、なんかそれをね、なんか最後俺ご飯の上にかけちゃう。あー、美味しそう。卵。うまそう。半熟を俺、そこで崩さないで、ご飯の上で崩す感じ。うまそう。いやー、食べてたなー、それ。それはうまそう。あー。卵も。卵ね。あるなー。卵がなくなったら一番困るって話した？あ、俺奥さんとしたんだ。奥さんそんな話してる。知らないな、それ。結局、そう考えたら、うん、世の中で一番なくなったら困るものは鳥だってことになったの。ああ、だから卵だからね。そう、で、まず俺鶏肉が大好きなの。はいはい。ね、うん、鶏肉大好きで、まず肉の中でも一番なくなってほしくないのは鶏肉だと。うん。なった俺。はい、まあまあ、最終的にはそれあるかもね。うん、そう、しかも、卵までなくなっちゃうんだよ。まあ、鳥がいなくなったら。そうね、卵をね、結構な料理に卵って必要なんだもんね。そうでしょ。だからそれも込みで、一番なくなっちゃいけないものは鳥。うん。ってことで決定したからもう、うちでは。俺も鳥かもしれない。ね、鳥に決定。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。豚汁忘れてた。豚汁あったわ。豚汁なんて最強じゃないか。最強。ずるいかでも。そうね。あれ味噌汁って言うの？あれ味噌汁にしていいの？まあ、でも味噌汁か。まあ味噌ですもんね。味噌だもんな。そしたら味噌にってくれたんですが、卵をそのまま落として半熟になったら黄身を味噌汁と混ぜるのがたまらなく美味しいです。はい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 。わかる。子供の時そうだった。やった。で、なんかそれをね、なんか最後俺ご飯の上にかけちゃう。あー、美味しそう。卵。うまそう。半熟を俺、そこで崩さないでご飯の上で崩す感じ。うまそう。いやー、食べてたなー、それ。それはうまそう。卵も。卵ね。あるなー。卵がなくなったら一番困るって話した？あ、俺奥さんとしたんだ。奥さんそんな話してる。知らないな、それ。結局、そう考えたら、うん、世の中で一番なくなったら困るものは鳥だってことになったの。あ、だから卵だからね。そう、で、ね、まず俺鶏肉が大好きなの。はいはい。ね、うん、鶏肉大好きで、まず肉の中でも一番なくなってほしくないのは鶏肉だと。うん。なった俺。はい、まあまあ、最終的にはそれあるかもね。うん、そう、しかも、卵までなくなっちゃうんだよ。まあ、そうだ。鳥がいなくなったら。そうね、卵をね、結構な料理に卵って、必
要なんだもんね。そうでしょ。だからそれも込みで、一番なくなっちゃいけないものは鳥。うん。ってことで決定したからもう、うちでは。俺も鳥かもしれない。ね、鳥に決定。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。豚汁忘れてた。豚汁だったわ。豚汁なんて最強じゃないか。最強。ずるいかでも。ね。あれ味噌汁っていうの？あれ味噌汁にしていいの？まあ、でも味噌汁か。まあ、味噌ですもんね。味噌だもんな。そしたら味噌煮込みとかもあるよ。まあそうですね。味噌煮込み。うん、味噌煮込み。土手鍋的なやつね。そう。ああ。そうか。でも豚へ。だったら俺の好きな鳥って思ったらけんちん汁があるもんな。けんちん汁ね、うん、うん、あるね。あれ鳥だもんな。ね、けんちん。それやっぱ入れちゃうの。それいいの？そんなのいいの？そんなことして。味噌汁なんだろうな、あれって。味噌汁でしょうね。味噌汁のトッピングっていうかちょっとこうねよくそういう松屋みたいなところにも、うん、プラス50円とかねぐらいでああいう。豚汁とかいけるからさ、そうだね、同じ種類なんだろうな、あれって。そうか。じゃあちょっと今までにないさ、この、あ、その手があったかみたいな、さっきの、メガ。パクチーとか入れてもいいかもしんない。うん。バーって。面白い。ねえ。あ、うん、美味しいかもね。パクチー入れちゃうそしたらちょっと味あるね。俺チーズ入れちゃう。俺チーズ。ずるいずるい。ずるいな。うん。ラジオネーム、ちゃんこいこい。うん、僕が味噌汁の具にいいと思うのはアボカドですって。で、入ってる。ほら来た。マグロなんかと一緒に入れたら美味しいと思います。うん、チーズとも合いそうじゃないですか。うん、まあ、マグロとね、はいはいはい、アボカドの美味しいもんね。美味しい美味しい。で、チーズ？チーズも合うよ、もちろん。ああ、マグロ入ってんのうまいな。うまいね。ああ。ああ。トロトロの味噌がいいな、なんか。スープより、味噌汁よりも。ああ、アボカド、マグロ、チーズ、味噌汁。うん。ああ。まあ、うまいかな。もしかしたらうまいよね。うまそう。うん。謎解きポテト。味噌汁に入れて美味しそうなもんですが、僕の祖母はよく味噌汁にバターを入れてました。うん、一見あまり合わないような気がしますが、あの香ばしさがジャガイモなどの具材と意外とマッチして、ご飯のおかずとしてめちゃめちゃ活躍してくれます。また、味噌の味も壊さずに頑張ってくるので、とてもおすすめです。ね、まあ、味噌バターラーメンだもんね。そうですね。味噌ラーメンにはバター入れるから。そうだ、味噌バターラーメンうまいな。そう。味噌バターラーメン食べたいな。食べたいね。コーンかなんか入れてさ。コーンの。もやしとね。そう。だから、よく、そう、うちもやしも入ってたな、だから、味噌汁に。あ、もやし美味しいね。やっぱ味噌ラーメンから来てんのかな、ああいうのも。なんだろうな。ねえ。ラーメンが後じゃないの？ラーメンが後か。うん。もやし入れてたな、もやしもうまいんだよね。美味しいですね。もやし。うん。ほうれん草も入ってたな、よく。入ってた。うん、よく考えたら。うん。なんか野菜入れてんだな。ああ。うん。大根のさ、はい、味噌汁ってさ、細く切ってあった？あ、細いやつ、ちっちゃいポテトみたいな、フライポテトのさ、よく。そうそうそう。あのね、角。ね、角。千切りっぽいなんか、ね。そうそうそう。いいんだよね。いい。うん、株もあったんですよね。株あったよ。株あった。株はいいよ。株は美味しかった。株は美味しかったね。なんかね、歯応えが可愛いね。キュウリって入れないね。入れないよ。入れないよ。キュウリ入れないね。水っぽいから入れないよ。どうなんだろう、水っぽい。ちょっと水っぽいですね。うん、そっか。そういうことなんだね。入れないのか。となると、イチゴってやっぱ違うよね。そうですね。合うのかな。ね、酸味がね。酸味とああいう水っぽいっていう中の、トマトとか。あんことか入れたらどうなの？あれ、どっかになかったっけな。あんこ。あんこ。はいけども。おでんの大根ならうまいんだよ。なるほどね。他に料理で、
じゃがいももさ、例えば、そういうポテトサラダもうまいしさ。うまい。じゃがバター。やっぱその1位でないとダメだね、味噌汁の時に。そうだ、そうだ。例えば豆腐は、要は、そうやって冷ややっこだから、そうだ。俺も鍋 の, あの豆腐とか好きだからね、味。そうだ、麻婆豆腐だってあるしね、豆腐なんて。そうだ、そうだ。しじみって味噌汁だもんね。あ、そうだ、そうだ。出た、出た、そうだ。そうだ、そうだ。やっぱそうだ。しじみ味噌汁以上 の, のない。ないね、料理が。ない。一番生きてる、ね、しじみが。味噌汁、そうだね、生かしてるんだよな。生かしてる。しじみを。うん。そういうもので言ったらないね、しじみ以外にね。味噌としじみの組み合わせってのは最強かもしれない。最強かも。アサリだってね、アサリのワイン蒸しもあるしさ。ある。パスタもある、ね、アサリのパスタ美味しい。そうだよ。味噌汁が一番じゃないもんね。しじみすごいな、そう考えたら。他の料理ってそんなに使わないか。なんで使わないのしじみって。あんな出汁出んのにね。なんでパスタにはしじみ使わないの見た目確かにね。悪いの、悪い。なんだろうね、味噌汁に。しじみって何だろう。しじみ料理って何あんのそんなもん。まあ普通にしじみを使った汁はありますけど、その、おすまし的なやつは、ね。料理はそんな聞かないですね。はあ。これホーリーマウンテン。僕は味噌汁の具で、うん、玉ねぎとじゃがいもが一番好き。一番うまい。玉ねぎの食感とじゃがいもの甘さが最高です。うまい。わかるよ。これもうまい。わかるわかる。ね、まあでも俺フレンチフライとかが好きだしな。玉ねぎ？うん、じゃがいも。あ、じゃがいもね。オニオンリング。オニオンリングよりはな。ああ。味噌汁の方がいいかな。確かに、好きだよな、おぎ。オニオンリング。オニオンリングもまあ好きだし、あれ揚げ物好きね。フライドポテトがやっぱ一番好きだけど。ああ、うん。確かに玉ねぎは味噌汁に入ってるとうまいけどな。うん、うまいよ。ね。でもオニオンリングするのがうめえな。オニオンリングス。ああ。やっぱり。チームの。オニオンリングス。俺オニオンリングするのがうめえと思う。強いし、オニオンリングス。2連勝できる。ラジオネームス2連勝。うん。ラジオネームゲスの極みもなめ、うん。1時半を過ぎたので好きな味噌汁の具メールを送ります。僕が好きなのは卵です。おばあちゃんがよく作ってくれたんですが、卵をそのまま落として、半熟になったら黄身を味噌汁と混ぜるのがたまらなく美味しいです。はい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 。わかる。子供の時そうだった。やった。味噌汁飲むとホッとするミランダか、私は日本人なのかも。なるほど、そのまま言ってたんだ。まあ、やっぱミランダかに飲んでもらおうと思ったんだ。うん、ね。同じ、あれかな、理由かな、俺たちと。同じじゃないの。うん。うん。1年前か。好き、とか、でも、本当は、あれよ、まあ、そうするとあれになっちゃうのか。捨て間になっちゃうのか。捨て間か。いや、一番いいのは CM とかじゃないじゃん。まあね。この人が、まあ、インスタグラムとか、なんかもしそういうのやってんだとしたら、うん、そこでプライベートで、うん、私味噌汁毎日飲んでんですっていうのが一番。いいよね。うん、それが一番だから、本当に。ね。が一番食いつくんだから。そうそうそう、そうなんだ。毎日ね、飲んでるとか言ったら。CM だとやっぱ俺たちと一緒で、見過ごす。もう見過ごしちゃうよ。うん。知らなかったし。知らなかった。そうか。まあでも、いいね。はい、いいね。マルコメもやっぱりミランダカに目をつけたから。ね、うん。そこなんだな、やっぱ。そこが、ミランダカがやっぱすげえんだな、今一番。まあ流行るんだよ。うん。ね、そうだ。一十一歳とか言わしてさ。一十三歳とか言わまだ、それ CM になっちゃうわね、それ。やっぱね、インスタとかね。一汁三菜っていうのは、はい、別に味噌汁には限んないのか。汁物だったら何でもいいんじゃない、まあ、ああ、そうか。ああ、そうだな。味噌汁だね。味噌汁がいいよね。あれ好き？おすまし。
おすまし。おすましって？うん。おすましって。おすましっていうか、おすまし。おすまし？うん。だからその、やっぱ味噌汁の方がいい。だし、うん。はい。ちょっと薄めな醤油な感じ。うん、ああ、はい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 。うん、あの、うな重とかに出てくるやつ？あ、うな重。気もすいね。よく出てくるような。気もすいの。気もすいとか、ああいうちょっと、ああいうね。そう。洒落たね。さっぱりした。お吸い物？洒落たね。お吸い物か。うん。まあ、味噌汁だね。だよね。やっぱ、どっちかと言ったらもう。味噌汁だよね。一番好き。お吸い物だったら、コンソメスープの方がいいよな。うん、のが全然いい。コーンポタージュとコンソメ。うん。コンソメかな。ああ。美味しい。ああ。中華スープとか。ああ。のがいい。中華スープじゃん。卵スープとかね。卵スープ。ああいうね。ああ。うまいよ。そうだ、ね。でもそんなのやっぱ味噌汁かな。1位だと、一番うまいんじゃないかと思う。これわかる。思わない。ちょっとね、うん、食べるとうまいよね。ね、これ。毎回俺思ってた、これは。思うよな。買うまでに手が届かないんだけど、食べた時に、うん、あ、これ一番うまいんじゃないかっていう。いや、これあるよ、結構、あるあるだよね。お菓子あるある。お菓子あるあるだ。あるよね。結構みんな言うんだよ、これ。食った時に。あれ、これうまいんじゃないって。うまい。これだ。うん。だからさ、なんかある？なんかね。でも、本当に何でも入れてるよな。もう何でも合うんだ。ズーチは？やだ。ズーチ。味噌にチーズって合うけどね、本当はね。味噌に、チーズの、うん、チーズによるのか。ねえ、うん。ご飯と、ちっちゃいチーズ。がしたいんだよ。ちっちゃいチーズいっぱい。ちっちゃいチーズって何だよ。ちっちゃいチーズ。で、確か大きいの考えてなかったし、俺。大きいチーズ。考えてなかった？ちっちゃいチーズっていうのも、まあ。いや、もしかしたら、とろけるチーズみたいに入れるパターンと、うん、いわゆるそのプロセスチーズ、ロッピーチーズみたいなやつを、うん、ちっちゃく切って入れてんの、さ、どっちかになるじゃん。チーズね、ちっちゃいチーズ。とろけるチーズ。うん。で、ズッキーニかな、じゃあ、ズッキーニ。ああ、ね、ズッキーニとチーズの味噌汁？ああ、見てる、飲んでみたい！そうですね。ナスみたいな雰囲気になるかもしれない。ナスみたいになるから、ちょっと飲んでみたいな。そこに、うん。細かいのもいいし。みょうがもね、やっぱ入れたいもんね。募集する、うん、今日。はい。味噌汁に入れた美味しそうなやつ。うん、今日は募集します。ファックス番号東京 03-5562-9540。メールアドレス、メガネアットマーク tbs.co.jp です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。いやー、うん、来てる。来たね、急に。来た。味噌汁ね、バーッと。ご用意しました。ねコンビニで。コンビニでさ、今こんななんだね、揚げ茄子って。ありますね。揚げ茄子なんだね。揚げ茄子ってさ、すごくない？美味しいですよ。俺ちょっとしじみ飲んでみる。うん、しじみ。美味しい。なんて美味しいの？さらに。さらにね。いやいやいや、違うよ。違う。違うね。違う違う。そんなんじゃない。じゃあちょっと一旦、うん、コーナー行きます。さあ、今日の味噌汁の時ね。うん、ラジオネーム。今夜も今日の味噌汁の具だと夕食の話になっちゃうのでメールテーマっていうのを端折っちゃうとね今日の味噌汁の具だとご家庭の話今日の味噌汁の具は具のメールテーマね、はい、ラジオネーム今夜もあの子で抜いたろ味噌汁の具ですが、うん、セロリとかどうでしょうか。僕も試したことはないんですが、みょうががありならあながちいけるのではと思います。いけそう、うんうん、うまいんじゃないの。ああ、うん、セロリはね、いいよね。野菜はまあ大体合うのかな。大体合う。ね、ほんとこうやってなめことかさ、しじみとか飲んでわかるけどさ、うん、癖のあるのって美味しいね、味噌ってね。ああ。ちょっとこう独特の味を出すのが、ああ。合いそうな気がする。
そうだね。うん。ああ。ラジオネームバラマンディ。おじさん、やぎさん、こもてさん、こんばんは。味噌汁にはカレーを入れたら美味しいと思います。うんうん、コクと深みが増してご飯が進むこと間違いないです。うまいんじゃない？カレー入れたら。もうカレー入れちゃうの？もうカレーになっちゃうけどね。うん、カレーになっちゃう。カレーになっちゃう。もう完全だね。カレーうどん。カレーにちょっと味噌入れたりします、ね。まあ美味しいもんね、絶対にカレーにしてる。隠し味。でもさ、俺が昔ね、池尻大橋に住んだ時にね、近くに、その、チェーン店じゃない、なんか、カレー屋があったの。うん、おじさんとおばさんがやってる、うん、汚い、うん。そのカレーがそんなに別にうまいわけでもないんだけど、うん、まあ近くにカレー好きだから、行ってたの。うん、そこいつも味噌汁が、うん。ああ、つくのね、はい。俺はそもそも大反対だったね。うん。カレーに味噌汁って。はい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 。うん、でも仕方ねえから飲んでたら意外とハマってきたの。ああ、そう。うん、俺もなんか合わねえなっていつも思ってた。カレーに。俺、松屋とか、そうだね。つくよね。つくよね、味噌汁。合わないなーって。いらないよね。いらない。カレーなんて。味噌汁。でも意外と。合うんだ。なんかハマってくんだよね。だからそういう意味では、うん。そうね。味噌汁カレーって響きが、ちょっと、二度聞きするよね。うん、あと書いてあったら、看板に書いてあったら二度見するよね。味噌汁カレー、うん、期待感あるよ、ちょっと。うん、なんだろう、うん、と思うね。味噌汁カレーって書かれたら。うん。うん、まあ、いいかもしんないね。あれ意外といいかもしんない。うん。あんま聞いたことがない。さっぱりしないか、でもね。なんかさっぱりというか、すっきりというか、やっぱご飯に。もうだからご飯のおかずになっちゃうだろうね。そうそう。これは。メインになっちゃいそうな感じでしたよ、しょうがないもんね。ああ、スープカレーあんじゃん。味噌汁ね。味噌汁、味噌スープ。まず、ま、うん。うん。何なんだろうな。ソーミープースーにする。ソーミープースーって書いといて、何このスーパーフードって思わせておいて味噌汁って。カタカナで。そうそう。味噌、プースーで。ソーミープースーにしといて。そうだね。そう、まあ、ソーミーね。ソーミー、うん。これがいいんじゃないの、うん、そうだよ。それか、そのミランダカに飲ますかね。ミランダカ飲むかな。ミランダカがやっぱり毎日、うん、うん、毎日飲んでるっていう朝っていうはね、うん、まあそれはそうだ、うん、ミランダカ外国人って好きなのかな。味噌、味噌って何万円聞かないよね。醤油はね、ほらよく外国でもレストランとかでさ、もうね、もう今当たり前でしょ、うん、そんなもう一流レストランでさ当たり前、うん、味噌ってあんまないよね。でも確かに俺味噌をあれだよ、きゅうりにつけたりとか、みんないろんな味噌の食べ方あるじゃない、うんうん、あんまり本当は好きじゃない。あ、そういう食べ方は味噌汁が好きで、好きだけど、うん、味噌ね、うん、いや俺は結構いけるか、きゅうり、うん、まあ食べれるよ、うん、まあ、自分でわざわざ頼まないってやつね。そう、頼まない、食べて時々食べるとはうめえなと思うけど、はいはいはい、まあうん、そんな、ね、味噌汁以外ないの。味噌ラーメンはそんなに好き。味噌ラーメンはいいよね。味噌ラーメン好き。でも外国人って味噌ラーメン好きじゃないよね、あんまね。豚骨は今流行ってるけどさ、醤油とか入ってますね。あ、味噌ラーメン、なかなかないよね。ああ、うん、味噌ラーメン、そう、うん、確かにね。味噌ってなんもないんだよ。なんか味噌的なスープってあんまなんだな。ラジオネームラッコフェスティバル、おじさんやみさん、こもてさん、こんばんは。僕も味噌汁最近飲んでません、うん、お湯を沸かすのがめんどくさくお湯を沸かすんだったら味噌汁よりもラーメンを食べてしまいます。わかる、若者そうだよ。あの、大体ご飯と、まあ、お弁当にカップヌードルだよね、とかね。あ、スープ系は麺になっちゃうの。お湯沸かすぎやったら。そうそうそう。そうだったよ。あ、ラーメンにやられてんのか。そうだ。ってことは俺らで、ね、ラーメン撲滅キャンペーンするよ。撲滅でしょ、ダメなんだよ。下味噌汁ね。下味噌汁それでいい。そうだよ、俺らそうだ、ラーメン買ってたもん。まあね。ね、よくコンビニとかでも。買ってた。若い頃ね。弁当とカップ。カップ。カップ、おにぎりとか。乳麺ってあるじゃん。乳麺あるね。はい。あれ、味噌汁にあれ、そうめん入れるだけでしょ。味噌汁なの、乳麺って。多分、違う。味噌汁じゃなくても。乳麺って何だろう。味噌汁してます。朝、10
食欲がない時などは味噌汁だけで済ませる時もあります、うん、俺もこれ買ってたよ、よく10個入りパック買ってた俺も、ねね、うん、便利だよこれ、便利、安いよね、だからね、うん、1個あたりがね、すごい、これほんと便利なんだよ、うん、これほんとそうだよ、あの、ね、チューブから、チューブっていうかあの入れ物からピュッて出して、もう終わりだからね、うん、お湯入れて、そうなんで、うめんだから、うまいよ。何がいいの具は。具もう具の話する。まだまだ早い、具の話は早いかな。1時半ぐらいからかな。じゃあその具の話は、こう、うん、やっぱね、おいやはぎ、まだまだラジオネームカースね、うん、ミランダか、うん、もうマルコメの CM 出てるぞ。あれ嘘、出てたマジですげえな、ミランダカーって何、マルコメの CM やってんの、出てる。醤油です。おい、うまい、うまくない、おいしい、うめえ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー、うまい、うまい、うめえ。俺聞いてる人たちさ、豆腐に塩かけてすげえうめえって。当たり前だろ、どこな。味噌汁飲むとホッとするミランダか、私は日本人なのかも。なるほど、そんな言ってたんだ。まあ、うん、やっぱミランダかに飲んでもらおうと思ったんだ。うん、ね。同じ、あれかな、うん、理由かな、俺たちと。同じじゃないの。うん。うん。1年ぐらい前か。好き、とか、でも、なあ、本当は、あれよ、まあ、そうするとあれになっちゃうのか。ステマになっちゃうのか。ステマか。いや、一番いいのは CM とかじゃないじゃん。まあね。この人が、まあ、インスタグラムとか、なんかもしそういうのやってんだとしたら、うん、そこでプライベートで、うん、私味噌汁毎日飲んでんですっていうのが一番。いいよね。うん、それが一番だから、本当に。ね。うん、が一番食いつくんだから。そうそうそう、そうなんだ。毎日ね、飲んでるとか言ったら。CM だとやっぱ俺たちと一緒で、見過ごす。もう見過ごしちゃうよ。うん。知らなかったし。知らなかった。うん。そうか。まあでも、いいね。はい、いいね。マルコメもやっぱりミランダカに目をつけた。僕の好きな味噌汁の具は圧倒的に大根です。中まで染み込んでトロトロになったあの食感が最高です。うん、大根なら毎日飲んでも飽きません。いいね。大根いいよ。甘くなんだよな。大根もいいんだけど、大根おでんなんだよな、うん、まあまあおでんもうまいけども、おでんの大根のがうまいんだよ、うん、なるほどね。他に料理で、うん、じゃがいももさ、例えば、うん、そういうポテトサラダもうまいしさ、うまい、じゃがバター、やっぱその1位でないとダメだね、味噌汁の時に。そうだそうだ。例えば豆腐は弱い、そうやって冷ややっこさ、俺も鍋 の、 あの豆腐とか好きだからね、味。そうだ、麻婆豆腐だってあるしね、豆腐なんて、ね、そうだそうだ、しじみって味噌汁だもんね。あ、そうだそうだ、出た出た、そうだそうだ、やっぱそうだ、しじみ味噌汁以上のないないね、料理がない、ね、一番生きてるしじみが、味噌汁、そうだね、生かしてるんだよな、生かしてるしじみを、うん、そういうもので言ったらないね、しじみ以外にね。味噌としじみの組み合わせってのは最強かもしれない。最強かも。アサリだってね、アサリのワイン蒸しもあるしさ。ある。パスタもある、アサリのパスタ美味しい。そうだよ。味噌汁が一番じゃないもんね。しじみ、しじみ。すごいな、そう考えたら。他の料理ってそんなに使わないか。なんで使わないの、しじみって。あんな出汁出んのに ね、 ね。なんでパスタにはしじみ使わないの、見た目確かにね。悪いよ、あれ。なんだろうね、味噌汁に。しじみは飛びそうだ。しじみ料理って何あんの、そんなもん。まあ普通にしじみを使った汁はありますけど、ああその、おすまし的なやつは、ね。ああ。料理はそんな聞かないですね。はあ。これホーリーマウンテン。僕は味噌汁の具で、うん、玉ねぎとじゃがいもが一番好き。一番うまい。玉ねぎの食感とじゃがいもの甘さが最高です。うまい。わかるよ。これもうまい。うん。うん、わかる。え、
まあでも俺フレンチフライとかが好きだしな。玉ねぎ？うん、じゃがいも。あ、じゃがいも。じゃがいもね。オニオンリング。オニオンリングよりはな。ああ。味噌汁の方がいいかな。確かに、好きだよな、おぎ。オニオンリング。オニオンリングもまあ好きだし、あれ揚げ物好きね。フライドポテトがやっぱり一番好きだけど。ああ、うん。確かに玉ねぎは、味噌汁に入ってるとうまいけどな。うん、うまいよ。ね。でもオニオンリングするのがうめえな。オニオンリングする？やっぱり。スイッチも乗った。俺オニオンリングするのがうめえと思う。強いし、オニオンリングス。2連勝できる。オニオンリングス。オニオンリングス2連勝。うん。ラジオネーム、ゲスの極みお鍋。桃も味噌汁に合いますし、湿気った感じで美味しいんじゃないかと思います。あ、ポテトね。まあ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 。ポテチね。ポテチうまいかな。あ、まあまあ。ふにゃふにゃしたのがいいのかな。逆にどうなんだろう。うまいな、多分。まあまあ、普通には、うまそうっちゃうまそうだな。なんか、さっきね、なんかあったんだよな。ポテチで思い出したけど、ね、これか、あ、これかな、これだ。ラジオネームニラあれば炒め。やったことはないですけど、ベビースターはどうですか、うん、味がにじみ出て、チキンラーメン見たくなるんですね、うん、さっきおっしゃっていたラーメン感も出ると思います。うん、あ、うんうん、まあまあまあいいかもしれないね。ベビースターね、合うね。ああ。うん、合うんじゃない。ああ。合うけどな、お湯のがいいもんな。お湯？いや、なんか普通のチキンラーメン。ベビースターだよ。うん、ベビースターも。お湯入れるとなるじゃん、チキンラーメンみたいな。まあ、ラーメンっぽくね。そんな味噌する必要もないもんな。必要はないか。うん。なんとかな。あれ？ラジオネーム、リオネルタッチ。僕は味噌汁とハンバーグが好きなので、いっそのことを混ぜたら美味しくなると思います。水餃子的な革命が起こると思います。ああ。革命起きる？ハンバーグ。ハンバーグだよ。ハンバーグ。ハンバーグ。まあ、つみれ感覚で、もう、ハンバーグが崩れなくて、崩れなくて。でもな、ハンバーグで食いてえな。そうなのよ。うん。そうそう。ハンバーグで暮らしてほしい。うん、ハンバーグで食べたいよ。ねえ。うん。やっぱさっぱりしたいんだから、さっぱりっていうか、やっぱ味噌汁は。ねえ。そう。ちょっと違うんだよな。ねえ、違う違う。ラジオネーム、何ぬらのオブラ。味噌汁の意外な具ですが、うん、シーチキンが意外に合いますよ。玉ねぎと一緒に入れると、玉ねぎの甘さと相まって絶品です。ほんと？あ、シーチキン。魚臭さ出ない？出ねえか？俺あんま好きじゃねえな。ダメだな。そうでしょうね。まあ、その人は食べてんだっけ、それで。意外に合いますよって。いや、合うでしょうね。でも、シーチキン合うんじゃない？うん。まあまあ、魚のさ、要は、あの、なんだっけ。何汁だっけ。魚がたくさん入ってるような。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。いやー、うん、来てる。来たね、急に。来た。味噌汁ね、バーッと。ご用意しました。ねえ、コンビニで。コンビニでさ、今こんななんだね、揚げナスって。ありますね。揚げナスだったんだ。さ、すごくない？美味しいですよ。俺ちょっとしじみ飲んでみる。うん、しじみ。うん。うん、美味しい。なんて美味しいの？揚げナスは？揚げナスどうですか？美味しい。え、揚げナス、待って。まあでも。ねえ、なめこ忘れてた。なめこ、なめこだよ、なめこだよ、バカ。なめこ、バカ、バカも。本当に。何考えてんだよ。おいしい。ねえ、なめこ。うん。ねえ、なめこもさ、うん、
味噌汁が一番美味しいんじゃないの。チヂミと一緒で。あら。そうかも。他は、そう。ね、あれって何よくみんながだ一番好きじゃねえかっていう、あの瓶に入ってるさ。はいはいはい。あれ何あれ、なめたけ。なめたけってなんでみんな好きなのあれ。わかんない。美味しいですよ。俺あんま食べてないんだけど、あれ。ご飯に合いますよ。あれって味噌汁合わない。ねえ、ちょっと大きい。ねえ、なめこ食べて。なめこ。全然違う。ねえ、しじみに匹敵するよ。うん、やっぱなめこは。あげなさ。あげなさ。おいしい。あの、やっぱこれ、だしがすごいね。だしも効いてます。なめことかで出るからいいんだな。うん。揚げなすやばい。揚げなす。うまいね。揚げなす、初めて食べた。美味しいですよ、ね。ただのなすより美味しい。そうそう、揚げだろうが。揚げるってすごいよね。うん。手間が。コクがね、出るの。そう。ああ、参った。参ったな。全部うめんだな。しじみが。あ、でもやっぱしじみうめえな。うめこ揚げなす。しじみのこの中のやつがこう出てきてるの、これをさ、探して、食べるのも好きだし。でもまあこれが、今回は全部白味噌なのね。これ白味噌。そうですね。あれ参ったな。どうしたらいいんだろう。あ、でもね、来てるよ。あ、しじみすげえわ。しじみうまいな。癖がすごいね、このね。ラジオネームメチシカ。小木さん、八木さん、コムテさん、こんばんは。やったことないですけど、うん。味噌汁にトマト入れたらなんか美味しそうじゃないですか。うん、おでん理論ね。おでんのね。おでんのトマトうまいからね。違うな、だわ。ちょっとそうですね。酸味が合うかな。ねえ。来る？うん。味噌と、トマト。でも、野菜に、野菜スティック全部味噌で合うじゃない？大体人参も。で、あれ味噌、トマトもあるでしょ、どうせ。あるねえ。トマト、そうか、合うな。トマトみたいな。